だな。え、一緒にやるよね。え、オッケー、決まり。え、何やろうかな。あ、なんだこれだ。初コラボなのに全く遠慮がない。何回言っても聞く耳持たない。不勉強アウトサイダー、どうか全力ダッシュ、そこの君止まりなさい。だから止まりなさい。あ、うるさい、なんだよ、急いでんだよ。わざわざ暇なんですか。誰もいないし、これぐらいいいだろう。君に構う暇はない彼女。ねえねえ、ちょっと聞いてんの。空気ゴミ出すなって言ってんの。あ、はいはい、もうわかりました。まあ聞く気はないけどね。いや本当、お前なんかめっちゃ嫌いだ。怒っちゃってんの、あらざま見ろ。いや絶対に俺の方が上って言って競って、またギラギラ。のび太の一君、誕生日一日違いなんだよね。すごくね。誕生日のお祝い込め、日付変わった瞬間奪ったよな。のびのことも祝ってくれたんでしょ。うん、ありがとう。いや自分の枠でやれ。一体何のためになるのやら。ときめん真面目ヤクザ、少しルール破ったぐらいで切れすぎだろう。ほんとしつこいわ。あ、ほらまたやってる、また破ってる。学習してないようで、シャツも出てるわね、クタイ緩いわで、親の顔が見てみたいもんですな。あ、そうですか。今度したら絶対許しません。いやほんと、お前なんかめっちゃ嫌いだ。怒っちゃいるが笑顔は隠せない。いや絶対に仲良くとかしないって言って睨んではたゲラゲラ。マキ君への捕まえてごらんなさい。だから廊下は走るなって何回言えば。などした優等生、負けを認めますか。どうやら待ってる、完成してないようです。ねえねえ、ちょっと聞いてんの。頭に血でも登っちゃってんの。あ、はいはい、もう分かりました。もうぶち切れちゃうからね。ありったけ全部巻き込んで、ドタバタ破壊伝統飛行でめちゃくちゃ。もう一切のものは水に一つの敵と戦うのだ。いやマジでお前なんかめっちゃ嫌いだ。この先もずっとずっと嫌いだ。で制裁食らって仲直りって言った5秒後にはメラメラ。いやーケーキ美味しかったな。お前マジ来年覚えとけ。もう来年も先にいただいちゃいますけどね。あー、僕の方が一日先輩だけどな。